まさしさん、おはようございます。おはようございます。いつもながらというあれじゃないですけど、さすがに繰り上がりましたね。いやいや、さすがに意味が分かんないですけどまあラッキーラッキーですよ、とりあえず。心理的にはどういうものですか？やっぱ一次予選を走らなくていいっていうのは特別では有利ですよね、とりあえず。確かに G1 の優勝するっていうなると、はあ、そうですね、やっぱ特選からの方が近道なんで、うん、よし、はあ、疲れた。多分見られてはないと思うんですけど、賞金とかってあまり詳しく見てないですか？あ、もう全然そこはもう気にしないです優勝じゃないとダメでしょ、だってグランプリとか。そうですね、はい、だからもう逆にいいです、そっちの方がさっぱりして、はい、取るか取らないかで。確かに決勝の2着とか3着とかがあってこう考えるよりは。そうですね、はい、もう開き直れるし。松山はどうだったんですか、追加で走られる。そうですね、追加でいい結果だったし、まあそんな手応えはなかったんですけど、松山は、はい、いじって、で今回もまあ練習でそこで煮詰めてきたんで、状態は松山より上積みがこう、そうですね、はい、上積みあると思うんで、はい、頑張ります優勝しかないというところと、はいはい、九州勢の G1 優勝が正志さんのこの経歴以降ないというのが、はい、そうですね、まあ、そのうち誰かがやってくれるでしょういやいや九州ファンの期待を、はい、九州地区のあれなんで頑張りますよ。なんだろう、はい、ありがとうございます。